風紀委員会に入らないか。風紀委員長は秋で退任となるのだが、1、2年の男子生徒が一人も集まらなくてね。よろしくね、佐城くん。半分だけなんでボサボサなの。じっとしてなさい。よし、5000円でいいですか。いらないわよ。ふざけんじゃねえよ、これ。なんとか言えよ。ほら、やめろ、こら。バーグバーグ。そっか、そりゃ怖かったな。もう安心していいぞ、コウ君。怪我は大丈夫。ここから電話したものです。佐城渡ると言います。あの、本当にありがとうございました。義から、あんまり人気のないところに一人で行かないようにな。ごめんなさい。よかったね、コウ君。いいお兄さんに助けてもらって。あ、いや、すみません。どうも、お久しぶりです。この間はお世話になりました。今日はキャンパスに行く途中ですか。いえ、でも私の学校はキャンパスだなんて感じじゃないんですよ。佐城さんは光悦高校ってわかります。わー、あそこの生徒さんだったんですね。すごく納得しました。いや、佐々木さんこそ大人っぽさと純白さを兼ね備えていると思いますよ。そんな、佐城さんは褒めすぎです。何この清らかさ。あ、長々と話しかけてしまってすみませんでした。あれ、俺子供っぽいかな。シェアカボ。もう少しで運命の向こう側の恋が行けという。